そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、今日のですね、このギターがですね、とってもこう素敵なのでね、綺麗でしょ。ほら、ね、これ白っていうかね、よく見るとパールホワイトなんだよね、これ。今日のギターはヤマハの APX1000PW、ね、パールホワイトってことですね。これ割と新しい方で、まあ、APX でも80年代後期ぐらいからかな、あるもう結構歴史のあるシリーズなんですけども、こちらはね2011年から出た。で、現行実はまだ売ってるんですよね。もう最近もこれカタログにこの間見ましたけど、現行品でもあります。でこの個体自体がね、ちょ最近のね、山田さんと知らんぼがちょっとどう見ていいか微妙なんで、まあ嘘つくとね、また言い換えというとあれですから、一応2011年からのものだと。でも多分ですけど、見た感じ相当最近ですね。ほとんど使ってないんですよ。まず見てください、カメラさんアップしてトップね、このパールホワイトのボディなんですけど、非常にこう綺麗で傷一つないというかね、もうほとんど擦り傷もない状態です。フレットもほとんど減ってないです。後ろ、ね、ネックも全然傷がない、ね、カポの跡とかそういうのもない、後ろバックル傷もない、サイドもここにほんの少しちょっとなんか赤ペンの跡みたいなのをスッとちょっとね、こうカメラアップしてって、ここでね、これ取れるかな、あとでコンパウンドなんかでちょっとやってみれば取れるかもね。さあこんな感じで状態は大変綺麗なね、ヤマハの APX1000、 まあエレアコですね。全体的にはちょっと小ぶりで薄いんで、すごく持ちやすい、これ生音ね、まあ、これだけ小ぶりでボディ薄いですから、そんなにこう鳴るっていうギターではないよね。生鳴りが指でこんな感じ、6弦12フレット上で約ですけど 2.23 ね、低めにしています。ナット幅が約ノギスで測ると43.5、まあ、標準的なナット幅で、ネックの握りもね、かまぼこのちょい薄め、そんなバカみたいに薄くないですけど、ちょい薄めのこう綺麗なかまぼこ型ですね。三角ではないですね。さあじゃあちょっと電気通してみましょうか。でこちらね、カメラちょっとアップしてください。チューナーも内蔵してるし、これマイクとピエゾと2つあるのかな、ブレンドできるのでね。でこのアンダーセットと中にまた1つあるんでしょうね。このでいろんなシステムがあるんですけど、ハウラないとかそういったスイッチとかいろいろあります。イコライザーもね、ロー、ミッド、ハイと3つついてます。今とりあえずアンプ何もエフェクターかけてません。まず普通にリバーブかけてみますね。そうするとこんな感じ。コーラスかけるとこんな感じ。やりすぎだよねこれ。結構かけすぎ。軽くリバーブの方がいいのかな、このぐらい。もうちょっとボール曲げるかな、こんな感じ。やっぱ電気通すといいよね、 APX ってね。Thank you.
という感じでございます。でこちらね、あのケースもついておりますよ、純正ではないんですね、搬入品で別に買われたみたいですね、ハードケースがついてます。綺麗なこちらのハードケースがついてます。これほぼほぼこの専用のサイズなので、このハードケースはドレッドノートは入りません。さあこちら、定価が、9万5000円ですね。で状態本当にいいです。でこの別売りの搬入機のハードケースがつきまして、なんと値段が安いと思うけど、どうだろうな、4万4800円プラス税でいかがでしょうか。本当状態は抜群なので、この白パールホワイトちょっと素敵ですよね。ステージ映えもするし、あとあのこの、まあ、ポジションマークのデザインが我々世代やっぱりこのヤマハといえばエレキの SG ね、ちょっと高中さんに憧れた人はこのちょっと SG っぽくてなんかいいじゃないですかね。ということでこちらあの APX の1000、ね、PW パールホワイト、皆様よかったらお問い合わせください。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。